はい、田上さん、ありがとうございます。斉藤でございます。それでは、私の方からは、事業の、足元事業の進捗、それから、今後の成長戦略などにつきまして、ご説明させていただきます。まず、事業環境についてどう見るかということでございますが、こちらのスライドの方に、ポイントを整理しております。まあ、全体感としては、インフレと金利上昇の影響などによって、世界経済には先行き減速感が強まっているという見方が一般的かと思います。しかし、その一方で、日本においては、人流の回復や円安のプラス面での効果もあって、当面は底堅い景気が続くものと考えております。また、都心オフィスビル市場においては、一部ハイブリッドの働き方が定着してきておりますけれども、当社が特に注力している中小規模のビルでは、オフィス回帰の傾向が続いているという認識でいます。ホテル観光市場は引き続き好調です。稼働率、客室単価ともに上昇傾向にあります。まあ、円安によるインバウンド需要の増加に加えまして、国内、旅行回帰といいますか、国内回帰の動きも、プラスの要因となっているように感じています。一方で、需要が急回復してくる中で、人手不足ですとか、オーバーツーリズムといったような問題、課題もありますので、その点は注意が必要だというふうに考えています。次に、業績の進捗についてです。こちらのグラフは、経常利益の推移で、各年度、四半期ごとの進捗を色分けして示しております。今期第1四半期ですね、第1四半期の時には41億円でしたので、基調予想に対し26%の進捗ということで、例年に比べると遅いのではないかというご心配の声もありましたけれども、当第2四半期累計期間では進捗率が74%と、例年を上回るペースで順調に進んでおります。また、上半期の実績といたしましては、2019年4、9月期の、ここにもありますが、110億円、これが今までの最高だったんですが、そこを超えてですね、最高益更新ということになっております。次に、各事業における売上と粗利の進捗です。リプランニング事業では、物件売却が計画を少し前倒して進んできています。不動産サービス事業は進捗率が50%台で、ほぼ計画通りのペースということです。ホテル運営事業は好調で、計画を上回る進捗率の77%となっています。で、このなお、ですね、ホテルにつきましては、旅行シーズンから外れるこれからの冬場ですね、季節要因として稼働が少し落ちる傾向にありますので、単純にこの上半期の2倍というわけにはいきませんけれども、通期計画の突破には十分な貯金ができてきたというふうに言えると思います。その中、不動産サービスや、ホテル運営などの、そのストック型ビジネスでの業績が拡大してきています。この分野の売上は、3年前は125億円であったものが、今期は約2倍、250億円を上回る見通しとなっています。リプランニング事業や、ホテル開発の事業の分野におきましては、物件販売のタイミングですとか、市況の状況によって、業績の進捗が大きく変動する場合がありますけれども、このような積み上げ式のストックビジネスでですね、収入を伸ばしていくと、フィー収入、オペレーション収入、こういった収入を伸ばしていくということは、全体に厚みのある収益基盤となって、業績の年間を通じた進捗面でも大きな力になってきます。今後さらに伸ばしていくべく注力してまいります。一方、収益面での一番の柱がリプランニング事業における不動産売却益であるということは変わりません。今後も成長ドライバーとしてしっかりと伸ばしていきます。その元になるのが、商品在庫としての棚卸資産ですけれども、ここへ来て仕入れのペースがも上がってきています。現在のペースで計画通りに仕入れと販売、また建築工事などを進めていきますと、今年度末、来年の3月末にはですね、棚卸資産の残高水準は950億から1000億円程度のところまで、上がってくるというふうに見ています。これを現在の利益率で換算してみますと、来期以降の販売物件の含み益として、
300億円から400億円程度は想定できる、そのような在庫の水準になります。この水準をさらに上積みしていけるように、仕入れと商品化をしっかりと進めてまいりたいと考えています。中間配当につきましては、期初予想通り実施させていただきます。今後も配当による還元と、そして業績の向上によって、株主の皆様の期待にしっかりと応えてまいる所存です。次に、先般発表いたしました、アドバンテージパートナーズ社との事業提携について少しご説明させていただきます。先月10月6日に、アドバンテージアドバイザーズ社との事業提携、並びに同社ファンドへの転換社債の割り当て発行を実施いたしました。この提携の目的は、事業活動を通して持続可能で豊かな社会を実現するという共通の理念の下で、共に協力して事業の成長、発展を図っていくということにあります。長年にわたり、アドバンテージ社が培ってこられた成長支援のノウハウや、専門性の高い人材ネットワークなどを活用させていただきまして、当社の成長戦略を加速させていきます。また、調達した100億円の資金につきましては、ホテル事業における新規ホテルの開発や、M&A による既存ホテルの取得のために充当させていただきます。本件事業の提携とですね、そして転換社債の資金を有効に活用しまして、事業をさらに伸ばし、企業価値の向上を図ってまいります。ここからは各事業の進捗についてご説明させていただきます。まずはリプランニング事業の最近の事例です。こちらは御徒町にあるビルですが、コロナ禍で閉館になったビジネスホテルを当社で購入させていただき、そしてオフィスにコンバージョンしました。設備面を一新しますとともに、そのままの状態では窓が小さくてですね、室内が暗いため、外壁を全面的に改修しました。そして明るい光が差し込むガラスカーテンウォールのビルにバリアップいたしました。また上層階にはベンチャー企業のニーズに応えられるように、スモールオフィスも配置いたしました。おかげさまで、このビルは満室稼働にて販売させていただくことができました。なお、このプロジェクトはですね、2021年8月に、このビルを購入したところから始まるんですが、今年の7月に、販売完了ということになりましたので、プロジェクト期間としては、1年11ヶ月になります。コロナ禍の中で取り組んできた案件で、少し時間はかかりましたけれども、大きな付加価値を生み出すことができた素晴らしいプロジェクトになりました。もう一つ、リプランニングの事例です。こちらは、千代田区の九段にあります7階建てのビルですけれども、昔ながらの古びたオフィスであったものをですね、これをおしゃれで、デザイン性の高い内装に作り込み、リノベーションいたしました。コミュニケーションが活発になるようなラウンジスペースをしつらえるなどして、従業員の方が出社したくなるオフィスというのをコンセプトにバリアップを行ってきました。こちらもこの第2四半期、7月に満室稼働にて販売させていただくことができました。不動産小口化事業では、第6号案件として練馬区にある保育園ビルが完成し、販売が順調に進捗しております。不動産サービス事業も順調にお客様が増えています。PM 自宅棟数は上半期に19棟増加しまして、現在476棟ということになりました。今期末にはこれが500棟を超える見込みで、今お話をいただいております。また、滞納賃料保証事業も堅調で、契約件数はこの上半期で189件増加しました。3752件となっております。貸会議室事業では需要の回復が続き好調です。特に法人顧客のリピート需要が増加してきています。この需要にしっかりとお応えするべく、新規拠点の開発や増床、
行いまして、運営面積の拡大に積極的に取り組んでおります。今年度中には総面積で6500坪まで増える見通しでおります。また、リプランニング事業のセグメント利益率の上半期の実績は30.1%で、30%超の高い水準を継続しております。不動産サービス事業では、セグメント利益が前期通期実績の60%の水準まで、この上半期で進んできています。今期も過去最高を更新する見通しでおります。また、利益率も56%台に回復してきています。次に、ホテル運営事業です。稼働率、客室単価ともに上昇し、業績は顕著に回復しております。上半期の平均稼働率は70.6%、客室単価は14,990円、約1万5000円というところになります。前年通期に比べまして、稼働率は7%上昇、単価は28%増となっております。ホテル開発事業では、改修工事で休館しておりましたスカイハート成田が、12月から新しくですね、旅のホテルエクスプレス成田にリブランドした上でリニューアルオープンとなります。これを含めまして、現在運営中のホテルは合計22軒、2,476室ですが、すでに土地を取得し、建築計画中の案件を加えますと、次の2年でですね、総客室数は約3,600室まで見えてきています。次に、中期経営計画の進捗についてです。中計の基本方針、重点戦略には大きな変更はありません。最終年度となる来年、来期ですね、2025年3月期に、売上高1000億円、経常利益200億円を必ず達成してまいります。また、ROE など財務指標の目標も合わせて達成するよう、全社一丸となって取り組んでおります。各戦略分野における投資も計画に沿ってしっかりと進めてきております。オフィス事業では、ほぼ計画通りの進捗の見通しです。ホテル事業は計画を上回って投資が進んでいます。海外、ベトナムでのマンション開発投資につきましては、コロナ禍の影響が長引いて少し遅れてきましたけれども、ようやく第2号案件が来春着工めどとなりました。最後に ROE について少しお話しさせていただきます。中計の目標であります 10% の以上、10% 以上の水準を継続して達成していくべく、鋭意取り組んでおります。また、 PBR はコロナ禍をきっかけに1倍を割り込んだままですね、現在も、今日も0.85ぐらいですけども、0.85程度の水準にとどまっています。これをしっかりと回復させていくことが重要であると認識しています。PBR では、計算上の分子となる株価は、日々さまざまな要因によって変動するため、なかなか捉えにくいところはありますけれども、本質的には事業の持続的な成長、発展によって、長期的に株式市場の期待を上回る実績で応えていくことが重要であるというふうに考えています。それゆえ、ROE の向上が鍵になると考えています。そのような観点から、当社では収益性と効率性と財務の健全性、この3つの指標を重視した経営に取り組んでいます。具体的には、まず、経常利益率20%以上を目標とする収益性の高い企業体質を維持すること。2つ目に、リプランニング事業、リプランニング案件のプロジェクト期間の短縮化や、サービス、オペレーション事業の拡大によって総資本回転率を高めていくということ。そして、3つ目は、自己資本比率50%程度の水準を保ちつつ、借入金によるレバレッジを有効に活用すること。これらの施策を通して、資本効率の高い経営を行ってまいります。
ROE の向上を図って、そして株式市場における当社の事業成長への期待値を、将来期待値を高めていくということによりまして、結果として PBR の向上につなげていくと、そのような考え方で取り組んでまいりたいと思います。今後ともぜひ変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。私からの説明は以上となります。ありがとうございました。